元気に手を挙げるのはね、素晴らしい。あのフライング気味で挙げるのはいいんですけど、頭の中を整理してから手を挙げていただけると大変ありがたいなと思っております。改めまして、ドアルに質問がある人、はい、じゃあ元気な男の子、はい、おおい、こっち見て、はい、お名前お願いします。のりまさです。のりまさくん、いくつですか？7歳。将来の夢は？野球。野球選手。おお。今はやってるの？まだやってない。どんな選手になりたいですか？まだ決めてない。いいですね、可能性が広がりますね。じゃあ早速ドアラに質問お願いします。ドアラさんは赤ちゃんって言うんですか？際どい質問きましたね。おっと、答えていただいております。ドアラって赤ちゃんいるんですか？君の妹だよ。いや、そういや、でもまあ瞬発力はすごいですよ、ドアラさん。瞬発力はすごかったですけどね。君の妹らしいです。ドアラさん、7歳にして複雑な状態になったな。あ、それは、それはダメだったみたいよ。それはちょっとダメだったみたいね。だって。どんな気持ち？嫌だ。いやらしいです。はい、ということで、のりまさくんありがとね。はい、のりまさくんに大きな拍手。足元気をつけてね。はい。ありがとうございます。嫌だってね。あ、結構ショック、それショック。手をね、バーンやられたもんね。なかなかドアラの経験でも、その手をバーンってやられたことあんまないでしょ。ねえ、それぐらい嫌だったんですよ。いや、瞬発力は見事でしたよ。瞬発力は。テンション下がった。上げてくださいよ。ね、涙も出ちゃうから、頑張りましょう、頑張りましょう。目薬やないか、それ泣いたふりしないの、ね。もう一個質問、もう一個ぐらいいきたいなと思います。質問ある人、お、じゃあ元気なその女の子、すいません、はい、あれ朝も質問した子だっけな、違う。はい、足元気をつけてね。あ、してない？あ、本当？はい、お名前お願いします。やこもえかです。もえかちゃん、いくつですか？7歳です。7歳。将来の夢は？あさっての方向を見ております。OK。 じゃあドアラに質問をしてみてください。マカちゃん、そばだよ。僕の好きなそば好き。マカちゃん、好きな食べ物は何ですか？スパゲッティ。惜しかった、ドアラ、惜しかったね。麺類はあってたんだけどね。いつから子供の好きな食べ物当てるゲームになったんだっけ、これ。あ、じゃあ妹また抱えないの。妹抱えたら手バンってやってもいい？ドアラの手バンって。はい、泣いちゃった。テンション下がった。で、おいってやらないでくださいね。特に質問ない？ドアラは誰と結婚したい？とのことです。涙をね、抑えながら頑張って、書いていただきたいなと思います、ドアラさんにね。
君だよみたいなね。おどうですか、受けますか。おめでとうございます、おめでとうございます。わーへい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 、誘拐になっちゃうからそういうことね。はい、ということで萌香ちゃんありがとうね。ありがとうございました、萌香ちゃんでした。あ、靴をね、はい、ありがとうね、足元気をつけてね。はい、あ、もう誘拐でね、大丈夫です、まだ未遂だったんで大丈夫です。ギリギリセーフでした。さすがにこんだけね目撃者いますんで大丈夫だと思いますけどね。はい、ということでね、質問をいただきましたけども、目をね隠して、いやあのね、目隠したところでバレバレなのよ姿が。バレバレよ、バレバレ、もう背番号でバレるんだからそもそも。そこもね、そこも隠して、いやバレると思うけどな、幅で。そうそうそう、ね、そう耳でバラ畳んでね、畳んだらバレないかもしれないから、いや大丈夫です、何もやってないんだから。おっし、おっし、セーフセーフ。はい、ということで、ね、質問をいただきましてありがとうございます。さあ、ここからは、ジェスチャークイズをいたしまして。